どうもメンディーです。今回のムーブオンは2016年の暮れクリスマスシーズンということで、この10年間の間にきらびやかに変貌を遂げた世田谷のスポットを皆様にご紹介したいと思います。いやということでですね、こちら二子玉川駅までやってまいりました。ここはね、古くは二子玉川園という、遊園地が、この駅のすぐそばに建てられていて、その後、さまざまな複合施設を経て、現在はライズというショッピングモールが、今この二子玉川の街を盛り上げているわけなんですけれども、今回はそんな二子玉川周辺を、皆様に、ご紹介したいと思います。きらびやかな場所、そして未だに静けさの残る、とても素敵な場所、様々でございますが、ぜひお付き合いください。にしてもなんかもう人が多くて、こんなに栄えてたっけっていうくらい、初めてではないんですけど、やっぱり来るたびにこう、私の記憶の中にある、二子玉川とはちょっと一味も二味も味が変わっているので、少し戸惑いながらも、でもやっぱ好きな街、そしてこちら二子玉川ライズ、おそらく今シーズンの目玉ともいえるクリスマスツリーが向こうに立ってます。ブルーに統一されたオーナメント、リボン、こう品があって素敵なんではないでしょうか。やっぱり小さなお子さんというのはね、こうクリスマスツリーを目の当たりにするだけでかけていくっていう、なんか私なんかどうしてもでっかくてキラキラしたものにこう飛びついちゃうような習性があるので、ああいう純粋な子供たちの姿なんかを見るとほっこりしちゃいます。いやー、なんかここはね、昔私が生まれる前は二子玉川園っていう遊園地があって、で私が世田谷に住んで育っていた頃はタイムスパークっていう複合施設だったんですね。あの犬玉猫玉っていう犬猫の動物園があったりとか、ワンダーエッグっていうナムコの施設があったり、あとはレストランがたくさんあったり、家族総出で楽しむ、なんと言ったらいいんだろうな、こうエンターテイメント施設というか、そういう感じだったのかな。まあ家族でこうみんなで手をつなぎながらみたいな雰囲気は何も変わってなくてよかった。いや、なんかでも昔ここに何があったかって知っていると、今自分が立ってるのはあの位置かな、この位置かなってこう想像しながら一歩一歩踏みしめる感じで、それもなかなかおつでね、素敵なもんよ。
こうどんどん上に登りたくなる習性が なんか空中庭園で素敵。あーいいね。こう二子玉川の景観を一望したいな。上までもうちょっと上がってみよう。いいですね。ああいいですね。すごい空中に池を作ってる。はあ。わあ。トンボが閉じ込められてるよ。面白いね。実際にこれはうちわヤンマの標本らしいけど、こういう人工だけども池をトンボがこう生きられるような環境を人工的に作ることで、ここに来た子どもたちが自然と戯れることのできるような作りになってんだね。空中庭園に人工でこういう池を作るっていうのも技術が発達した現代だからこそなせる技の一つなんでしょうね、きっと。さまざまな形で今みんな緑を残そうとしてるっていうのがこう伝わってきて、とても心地がいいです。しっかりクリスマスシーズンね。はあ。ここが最上階みたい、庭園の。はあ。わあ、この景色はだからこの施設ができなかったら見ることができなかった景色かもしれない。ここからのこういう二子玉川の景色っていうのはすごい綺麗。雲の隙間から光が差して、今日は本当に冬の曇り空っていう感じね。小さい頃から何度もこの場所には、もちろんこの
このライズっていう建物に建て替わる前も含めて昔からこう訪れてるんだけども、不思議とねこう建物が変わってもここに来た時にふとこう抱く安心感みたいなものはなんか何も変わんない気がするな。もしかしたら本当にこの徹底してそういうここに訪れる人たちの、もともとここに訪れていた人たちの気持ちを大事にしたこの設計なのかもしれない。ちょっと感動してます。というわけで二子玉川ライズを後にして、ライズから見えた二子玉川まで実際に足を運んでみたいと思います。すごく久しぶり、とても久しぶりな、懐かしいキャラ誰だろうって感じだよねこのまま行こっか。いや懐かしくてさ、当時のなんか自分に戻っちゃってるのね行きましょう。こんなやつだったな。でこう、そう見上げてこんな建物じゃなかったんだもん、何にもなかったんだから改めて思うけど、すごいな。いやなんかアンニュイになっちゃう。ああ土手が見えてきた。いやそしてここをこう登っていくと、あ懐かしい。こっからこの土手から向こうを見た時の景色っていうのは大きな変化はないけど、でもやっぱ整備されたな。わあ懐かしい。こう川沿いに来るとなんかこうワクワクするな。この二子玉川を境に向こう神奈川県なんですね。で私たちがいる方が、世田谷区、ギリ世田、ギリ東京というか、でこの川沿いで、この世田谷よりはバーベキューとか花火とか禁止されてるんですけども、当時、昔はどうだったんだろう、昔本当に昔はねやった記憶ありますよ。いやー二子玉川の思い出バーベキュー、到着して来たら鶏が一匹いまして、大きいニワトリがね可愛くて、おえよおえよみたいな感じでね普通にまあ元気だったんですけども、その日のランチになってしまいました。私後にも先にもね
今29歳暮れ、って感じですけども、うん、目の前でこうおろしたての鶏肉を食べたのはそれが最後です。でも生涯食べた鶏肉の中で一番美味しかった、それが私の二子玉川の一番の思い出です。今頃あの川の向こうに鳥がいるんじゃないかしら、サンズの向こうに、というような今日はでも天気だね。本当に黄昏時でこの川を渡って向こうに行くと、もうなんか会えない人たち会えるような気すらする。この冬の黄昏の時期の二子玉川って、なんとなくそういう気持ちになるし、そういうなんかマジックが込められてるような気がしてしまいます。なんか会いたい人の顔がこう浮かんできてるの今。いやー、私はこの好きだな。あとね、逆側向こうになっちゃうんですけどね、高校の3年間この二子玉川沿いをマラソンで8キロマラソンっていうのをやってこう走りました。出発地点がここからもうちょっと1キロ先ぐらい向こうなんですけど、それでずっと私が手を伸ばしている方に行くと小田急線に突き渡るんですけども、そっちの方まで走って、で折り返してまた戻ってくるっていう8キロのコースで、1時間以内にそれを走りきれないと同じ距離をまた学校の周りを走らされるっていうようなペナルティ付きのマラソン大会だった記憶があります。そう考えるとやっぱ切っても切り離せない私のこの感性を構築してくれた大事な景観の一つですね、二子玉川っていうのは、うん、あー素敵。あっという間に日が暮れてしまって、もうすっかり夜になってしまいましたが、さっきは、二子玉川のライズ方面から二子玉川の景観をご覧いただいたんですけれども、今度は逆の、高島屋方面にやってきました。この玉川高島屋SC はもう本当にもうずっと二子玉川にこの地にねあるデパートなんですけども、もちろん途中途中でこう改修だとかリニューアルはされてるんですが、なんかこう昔の二子玉川っていう場所を知っている身とすると、こっち側の方がこっちの高島屋方面の方がちょっと気持ち的に落ち着くんですね。でそしてこの二子玉川のイルミネーションがこう私の中で世田谷区の中では一番大好きなイルミネーション、この光景です。やはり行ったことのない海外の地に勝手にトリップすることのできるスポットの一つです、私はね。皆さんもぜひ世田谷のこの
イルミネーションを堪能していただければなーなんて思って今日紹介してみました。ちょっと久々に歩いてみたいと思います。そう、もしかしたらちょっと地味に感じられちゃうかもしれないけど、この高島屋と高島屋の間のこのスペースがをこうくぐるのがすごく好きでね。このクリスマスシーズンというか、この年末に二子玉川に来るのなんて本当にもう久しぶりのことで、10年以上来てなかったんじゃないかな。だけどやっぱりその頃に、その頃というか10年以上前、子供の頃に戻ることができるイルミネーションかな。そういうものだと思うのね、イルミネーションって。その一番キラキラしていた頃に戻ることのできる魔法でもあるし、でそれにワクワクしてるその自分に気づいて、キラキラしていた頃の自分と変わってないじゃんということに気がつくことができて、またクリスマスが終わって迎える新しい年に新たな気持ちで、でも変わらない気持ちで挑んでいけるんじゃないかなっていう。で本当魔法だよね、イルミネーションっていうのは。今回のムーブオンはいかがでしたでしょうか。少しでも皆様にほっこりとなんとなく温かい気持ちになってもらえる瞬間があれば幸いです。私事ではありますけれども、どうしても世田谷という町で育ったが上に、途中からなんか嬉しい気持ち、懐かしい気持ちになってしまって、ウキウキ、心が跳ねてしまいましたが、見苦しかったら申し訳ございませんでした。だけどどうしてもこの素敵な街の、暮れのこのイルミネーションを皆様にお届けしたかったんです。皆さんにとって2016年が最後、こういったキラキラした気持ちで締めくくれるように、そしてまた2017年がもっとキラキラしてワクワクするような瞬間があることを祈りながら、2016年のムーブオンを締めたいと思います。どうもありがとうございました。
どこを探す地球の砂漠のキャメルのように待つはずのない主を求め夏の日のオアシスを目指して